香港中学文頼むは、香港で2012年から始まった公開の学力試験である。香港の教育改革により、2009年9月から中学4年生に進級する生徒は、新生の334学生となる。そのため、新生の最初の生徒は、2011年の9月に6年生に進級する予定、2012年の4月、5月頃、 新設の香港中学文表という公開の試験の最初の受験生となる。この試験の結果は、ジュピス、または独自選抜などを経て、大学、または職業高等学校などに入ることになっている。ジュピス、大学教育史上委員会メンバーである八章の公立大学及び他の一部の公立、私立大学の本試験、または 香港高級程度開校の成績をもとに、学士と公営準学士と副学士選抜が行われる統一システム。なお、高校受験生の大学教育士女委員会メンバー校の入学は、ジュピスを経てしなければならない。これに対する旧制の3223学生が、申請は新設の科目が数多くある。日本語などの外国語が新設されている。 大学入試のために中国語、英語、数学、通識が必修の科目となっているが、もしくは中国語を母語にしていない人は、英語以外の外国語のお呼び格は中国語お呼び格として扱い特例措置がある。ただし、一部大学ではその措置を認めていない、他の中国語テストなどのお呼び格が必要。ありがとうございます。